皆さんこんにちは、どうもロミピです。本日は関東を近郊にチェーン展開をしております中華食堂日高屋さんへ遊びに来ました。こちらのお店ね、あえて味は追求しない、味を突き詰めず、あえて普通を重視しているというお店。潔いそのスタイルがザ・町中華という感じで、めちゃめちゃファンの多いお店となっております。それではね、早速入店していきたいと思います。はい、もうね、ナウい感じでこのタッチパネルですよ。まずね、おつまみコーナーを見ていきますが、餃子に一品料理、結構ねバリエーション豊富なんですよね。なんでね、何を頼むか悩むんですが、こちらのドリンクも安いでしょう。これもね、どれを飲むか悩んじゃうっていう感じなんですよ。もちろんね、がっつり食べたい人用のこういうお得なセットメニュー、こういったものもあるんでね、飲む人も食べる人もめちゃめちゃ満足できるお店だと思います。いや、本当にメニュー豊富。もちろんね、これだけじゃないですよ。みんな大好きチャーハン、そしてね、定食ものもございます。この定食もボリューミーだね。じゃあね、早速ロミピのまずはこれから。はい、到着しました。こちらキリン一番搾りの生ビールでございます。これでね290円、コスパ抜群ですよね。そしてね、これに合わせるのはこちらのそら豆。これね、一年中そら豆が180円で食べれるんですよ。最高のお店ですよね。もはやもうこのセットのために来てると言っても過言ではない。本日も皆さんお疲れ様でした。乾杯。このね、そら豆の皮を剥いてって、このさ、塩っ気の塩梅とさ、この身の甘み、これをね噛みしめつつ流し込むビールが最高なのよ。はい、2品目に到着しましたわ。こちらね、チーズ巻きでございます。これね、本当に美味しいです。これもまたビールにぴったりと合う一品となってますのでね、早速こちらも食べていきたいと思います。熱いんでね、ちゃんとフーフーしながらパクリ。いや、もうサクサクの衣、中からとろーりチーズね、もう絶対に間違いないやつなんですよ。どうこの感じね。中にね、特製のチーズソースが入ってるんですよ。もう春巻きの皮のパリパリ感、これがベストマッチ。はい、登場しましたわ。こちらね、新商品のバジル餃子でございます。どうこのね、やっぱ焼き加減、パリッパリのこの仕上がりになってるんですけども、中のあんにねバジルがたっぷりと入っています。そしてね、これをねレモン汁につけて食べていくというスタイルなんです。じゃあね、早速しっかりとレモン汁につけていただいていきましょう。パクリ。めちゃめちゃ口中に広がるバジルの風味、そしてね、このレモン汁のさっぱり加減がね相性抜群。もうね、ビールは一気に飲み干していきます。くー、しっかりとあんにね味がついてるので、お醤油やラー油を使わなくてもね、もう本当にさっぱりとレモン汁だけで楽しむことができる餃子です。はい、飲み干してねしまったんでね、まずは2杯目ということで、本日の2杯目はこちら、ハイボールを注文しました。これね、こちらも290円というコスパなんでね、本当にありがたい。レモンが一切れ入ってるのもありがたい。しっかりとねウイスキーを感じられる飲み応えなんでね、これはいいですよ。
はい、そして登場したのはこちら三品盛りでございます。これね、結構序盤の方に注文してた予定だったんですが、注文できてなかったんでね、本当はこれは最初の方に注文してシェアしながら食べるっていう食べ方がね、一番楽しみ方としてはベストだと思います。まずはこの焼き鳥からね、パクリ、これですよ、これ安定のうまさ、この味なのよ、うまっ。これもね、ハイボールがもう止まらない。いやー、もう飲み干しちゃいましたね。でもね、このね、レモン一切れ、この貴重なレモンは絶対に取っておきましょう。こうですね、お皿に乗せて取っておく、これがね、日高屋の流儀です。じゃあね、みんなでもう一回メニューを確認してみましょう。はい、こちらのレモンサワーソーダ割り含めてね、両方ともレモンが入ってないんです。レモンサワーにも入ってないし、しかもソーダ割りは20円安いんですよね。なのでね、このソーダ割り270円にレモンを絞れば簡易的なレモンサワーになるわけですよ。じゃあね、早速このソーダ割りを注文してみましょう。はい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 、もうこの炭酸シュワシュワのソーダ割りたまらんでしょう。ここにですね、こういうことでございます。もうあら不思議、もうあら不思議、もう見た目はまさにレモンサワー、風味はまさにちょいレモンサワーでございます。こんなね、貧乏友の会の飲み方がねできるというのも素晴らしい。くーっと飲み干していけば、もうこれは天国ですわ。そしたらね、じゃあこちらのメンマもね食べていきますけども、これはね、みんなが知ってるあの味、あのメンマです。そんでね、このキムチに関してはね、浅漬けにキムチのタレがかかってるぐらいな、全然辛くないやつです。やっぱりね、お酒に合う料理があるんですよ。日高屋さんはね、一度来店すると次回使えるこちらのもりもりサービス券というものがいただけます。すごいでしょう。麺大盛り、ライス大盛りも無料で、味玉は半額です。それではね、これを使って締めの一杯を頼むと、はい、こうなるんです。半ラーメンに半額の味玉をつけて250円、めちゃめちゃいいでしょう。みんながよく知ってる懐かしのあの昔ながらの中華そばっていった感じでね、これがさ、ちょうど飲んだ締めにいいのよ。スープの方はね、こんな感じで本当にカツオの風味がしっかり効いている醤油ラーメン、あっさりとしていて奥深い味わい、これがね本当に体に染み渡っていきます。麺はね、もう日高屋さんといえばというね、このツルッツルの麺、なんとも言えんこのツルッツルの麺です。まずはね、じゃあスープからいただいていきましょう。いやー、もうこの顔見て、優しいって言ってます、優しいって言ってますこの人ね。この麺をね、次はすすっていきますけどね、本当になんとも言えんシコシコツルツルの麺なんですよね。うん、まあなんとも言えんというね、さすがやっぱ日高屋さん、普通を目指してますからね。もう誰が食べても、ああ、あの味ね、あの普通の中華そばねっていうものをね、本当に提供してくれます。いや、安定感があるんですよね。なのでね、本当に安心して食べれる。そしてね、やっぱこの煮卵ですよ、これどうパカッとね、これがまたうまいのよね。そうそうそう、そしてね、卵の後にスープを流し込んでいくんですよ。これがさ、本当にうまい。なんでこんなにうまいのかなって、やっぱラーメンって最高ですよね。そんでね、やっぱりこのさ、ラーメンを噛みしめながらの最後にぐーっとチューハイを飲み干していき、ごちそうさまでした。今回ね、マネージャーと2人で飲み食いして2390円でした。そしてね、ペイペイで支払いをしたところ1300円ほどキャッシュバックがあったので、実質1人500円で今日は楽しむことができました。皆さんもぜひ、安かろう普通かろう、
安定感抜群の日高屋さんへ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画が良かったと思った人はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではまた。